サウスフィールズ駅は、ロンドンのウォンズワースクにある、ロンドン地下鉄の駅である。ディストリクト線のウィンブルドン支線にある、地上駅、トラベルカードゾーンは3、世界的に有名なテニスのウィンブルドン選手権が、開催されるオールイングランドローンテニスクロー系ー、クラブの最寄り駅である。なお、距離的には、南隣のウィンブルドンパーク駅の方が近いが、実際に会場まで歩く距離は、 こちらの方が短い、島式ホーム一面二線の地上駅。線路の上を、ウィンブルドンパークロードとオーガスタスロードレプリンガムロードとの交差点がまたいでおり、駅舎はこの交差点に面した共上駅舎となっている。この駅は、1889年6月3日に、メトロポリタンディストリクト鉄道が、パットニーブリッジ駅からウィンブルドン駅まで延伸開業した際に、 同鉄道により開業した。当駅を含む区間は、ロンドンサウスウェスタン鉄道によって建設されたもので、L&SWR の列車は、同年7月1日より、クラパムジャイクション駅から、接続駅のイーストパットニー駅、そして当駅を経由して、ウィンブルドン駅方面へ運行するようになった。当駅を含む、パットニーブリッジ駅から、ウィンブルドン駅までの区間は、 ロンドン地下鉄において、蒸気機関車から電車へと転換された最後の区間となった。電車運行は1905年8月27日に開始されている。サザン鉄道による列車の運行は1941年5月4日に終了したが、路線、駅の所有権は1994年4月1日にロンドン地下鉄へ移管されるまで、ナショナルレールに残っており、 遺憾の時までこの駅はイギリス国鉄の駅であった。2012年オールイングランドクラブで開催されたロンドンオリンピックのテニスで増加する乗客に備えてホーム会と駅出入口、切符売り場のある木材橋との間にエレベーターを設置し、2010年6月21日から運用を始めた。駅全体の改修と拡張工事は2009年3月に始まり、 2010年後半に完了した、駅舎の東に位置していた店舗を取り壊してその用地を新しい切符売り場にした。この駅のプラットフォームは、毎年ウィンブルドン選手権の時期に特定の会社の広告によるイメージチェンジを受ける。例えば、2006年には駅のホームはベンチのように赤いフローリングで覆われた。これはアメリカンエキスプレスが エイズに関するチャリティ活動を支援するために、クレジットカードのキャンペーン広告をしたものである。2005年にはテレビが設置されていたが、これもアメリカンエキスプレスによるものであった。この駅は、隣のウィンブルドンパーク駅と同じ設計であるが、両駅ともに改装されている。サウスフィールズ駅は、ウィンブルドン選手権の間の大量の乗降客に対応するために改造されている。 駅の階段の左側は、レンガ造りの外側に、木造で広げられている。階段の左側にある柱は、もともとは駅の外装の一部であった。また、現在の出入口は切符売り場内にあるもともとの出入口の西側に開かれ、短い歩道橋が、階段の上部から線路をまたいで、ウィンブルドンパークロードへと掛けられている。ナショナルレールから、 ロンドン地下鉄に駅を移管した際、駅の西側線路の上層に仮設の切符売り場が建設され、歩道橋の壁が撤去された。この仮設切符売り場及び売り場が設置されていた床は現在撤去されているが、現在も土台が残っている。サウスフィールド駅からは39系統と493系統の2種の系統のバスに乗り換えが可能である。39系統は、 クラパムジャイクション駅から、ボンズワース、サウスフィールド駅、およびパットニー駅を経由して、パットニーブリッジ駅に向かう。493系統は、セントジョージ病院からトゥーティングブロードウェイ駅、コリアーツウッド駅、サウス、ウィンブルドン駅、ウィンブルドン駅、オールイングランドローオンテニスクローケークラブ、サウスフィールド駅、パットニーヒース、プトニーヒース、モルトレーク駅、ノースシーン駅、 リッチモンドバスステーション及びリッチモンド駅を経由してリッチモンドに至る156系統及び N87 系統深夜やバスのルートがサウスフィールド駅から5分ほど歩いたマートンロードを通過しているまたウィンブルドン選手権の間の2週間はサウスフィールズ駅からテニスコートまでのシャトルバスが運行されるこのバスはトラベルカードとバスパスが利用できない ロンドン交通局ロンドン地下鉄ディストリクト線、ウィンブルドン支線ウィンブルドンパーク駅、サウスフィールズ駅、イーストパットニー駅、マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー優勢時、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧、サウスフィールズステーションファイナリーゲッツエフェイスリフト。 thisislocallondon.com 2016年8月13日閲覧サウスフィールド駅からのバスサービスありがとうございます。